第2代、サンダーランド博、ロバート・スペンサー第2代、サンダーランド博、ロバート・スペンサーは、イングランドの貴族、政治家。初代サンダーランド博、ヘンリー・スペンサーとレスター博、ロバート・シドニーの娘、ドロシー・シドニーの息子。名誉革命の招聘者の一人である、ロムニー博、ヘンリー・シドニーは、母方の叔父で、マール・バラコにもなったチャールズ・スペンサーは孫にあたる。 1643年に、新京都革命で、父が戦死し、わずか2歳で爵位を継承、カンバーランド公、ルパートの騎兵隊に入り応答派として戦った。オックスフォード大学で学ぶ一方で、グランドツアーにも出かけ、母方のおじの一人やルジャーノン・シドニーと共に旅行で、知り合ったウィリアム・ペンと親交を結んだ。 王政復興後の1671年から1672年に、スペイン大使を務め、同年から1673年に、フランス大使に、天任、1673年に、王室執事となり1679年に、スユミツインに入り北部担当国務大臣も、担当した。しかし、ホイッに属して、イングランドをチャールズ2世の弟のよくこう、 ジェームズを排除する大い排除法案に賛成したことと、大い継承者に、チャールズ2世の諸子のモンマス公爵、ジェームズ・スコットを推す、シャフツベリ伯爵アントニーア・シュリー・クーパーと対立、義系のハリファックス伯、ジョージ・サビルと共に、チャールズ2世兄弟のおいにあたるオランダ総督ウィレム3世と接触して、排除法案賛成を促したことが、チャールズ2世の怒りを改百681年に、 スミツインを除名、南部担当国務大臣の職も追われた。その後、チャールズ2世の愛人ルイーズ、ケルアユに取りなして1683年に、北部担当国務大臣に、復帰、1685年に、チャールズ2世が亡くなりようく校が、ジェームズ2世として即位したときは、トーリー島に転換、ハリファックス校に代わり、スミツイン議長も兼任した。一方、 友人ペンが借金の代わりに、ペンシルベニア植民地提供を、チャールズ2世に申し出たときは、ヨーク校と共に賛成している。ジェームズ2世の下では助言者として、親カトリック、親フランス政策を進めるジェームズ2世に賛成しつつ、緩和を促す一方で、1688年に、ジェームズ2世の関心を得るためプロテスタントから、カトリックへ回収。 同年のジェームズ王子誕生に立ち会ったが、名誉革命直前に国民の批判が高まったため、ジェームズ2世に政策撤回と情報を求めたが、受け入れられず罷免され、カトリックからの報復を恐れて、オランダへ亡命した。ウィリアム3世からは当初信用されず1690年に出された御社から除外されていたが、後に許可が下りて帰国し、プロテスタントに戻り、 1693年に貴族院議員として政界に復帰を果たした。復帰後は政局安定のために開拓数派のホイッグ党から閣僚を登用して政権を構築することをウィリアム3世に進め翌1694年にホイッグ党政権を誕生させた。また、ウィリアム3世の妻メアリー2世が1694年に死去した際、倹約だった。 ウィリアム3世とメアリー2世の妹アントの間を取り持ち和解させた。以後も、ウィリアム3世の信任のもとイングランドの内政を預かる政治家の一人に選ばれ、ホイック党のまとめ役とウィリアム3世の助言者として政権を支え続けた。1697年に、区内長官に就任したが、庶民員から反対され、大同盟戦争終結後の軍縮と、 王室財政をめぐって、議会とウィリアム三世が対立すると、同年末に責任を取って辞任した。引退後は、ノーサンプトンシャーの自宅で、生活1702年に61歳で死去、息子のチャールズ・スペンサーが後を継いだ。頻繁に立場を変える姿勢は、性的から非難されたが、人間的魅力があったと言われ、ウィリアム三世から徴用され、サンダーランド博が考案した。 議会多数派からの閣僚登用は、内閣の先駆けと言われ、以後の議会政治の基軸となった。また、マール・バラコー、ジョン・チャーチルとサラ・ジェニングスの娘アント・チャールズとの結婚を取り決め、二人の間に生まれた孫・チャールズは、サンダーランド・ハクとマール・バラコーを継承。子孫は、イギリス貴族の一員に選ばれ、首相ウィンストン・チャーチルや、元プリンセス・オブ・ウェールズ・ダイアナなどを輩出していった。 1655年、ブリストル博、ジョージ・ディグビーの娘アン・ディグビーと結婚、5人の子を設けた。ロバート・アン、ハミルトン公爵、ジェームズ・ハミルトンと結婚、イザベラ・イリザベス、クランカーティー伯爵殿マッカーシーと結婚、チャールズ・サンダーランド博、マール・バラコー、チャールズ・スペンサーの父。ABCDFG e ・松村、P728。バイニング、 P46P47P49P50 バイニング P196 浜林 P127P134 海保 P17 とも P 二 P238P250P252P262 ともきよ P4P21 バイニング P252 浜林 P162 P167、解保、P17、P18、友もきよ、P29 から32、P54、P58、P191、一、友きよ、P198、P200、P209、P217、解保、P18、とも P 二 P229、P230、バイニング、P50、解保、P15、P18、P24、 ありがとうございます。